れの姫巫女を助けに来たようだね。ねえモルフォ、シアンと呼んだ方がいい。ガンボルト、こうして会うのは初めてだね。シデン、覚えていてくれて光栄だよ。ああ、これかい。これはサイバーディーバの力を制御する装置さ。ここに来る途中アキュラ君に出会っただろう。この装置だけじゃない、スメラギが保有する能力者関連の技術、その基盤を作ったのが。まったく、今のスメラギがあるのは彼のお父様のおかげだよ。アキラ君には今度お礼でも。お前と無駄話をするつもりはない。シアンを解放しろ。やれやれ、せっかちだな。まあいいか。今から君はこの装置の優秀さを身をもって知るんだ。何をした？言っただろ、
サイバーディーバを制御する装置だ。今の僕にはモルフォの加護がある。いくら君でも勝ち目はないと思うよ。モルフォが生み出すこのサイバーフィールドだ。君の攻撃は僕の力、そして同時に彼女の力が僕のセブン、サイコキネシスを高めていきます。冒険を使わずにこのパワー、やっぱり彼女はすごいね。避けられる、避けられる、私止め、避けられる、まだ意識だ。でも無駄なことだ。ヒーリングボルト、君の力はすべて僕の手中にある。俺と遊ぶお前だけは、これならどうだ、絶対に許さない。テロリストの許しは最初から求めてない。避けられる、すべては平安のため、中途半端な覚悟ではないつもり。アキラ君も聞いたかも。僕たち能力者は危険な場所、一人一人が未知の兵器を所持しているような。ミルフ、サイコフュージョン、危険極まり。ヒーリングボス、あまり管理が必要なことぐらい君にも分かるよ。これならどうだ、他の方法だってある。時間をかければでもないんだよ。知っているか、今多くの海外企業だ。果ては某国の政府までが、この国を支える能力者、スメラギの技術を狙って強いね君は。さすがスメラギの最高傑作、僕も本気を出さざるを得ない。見るといい、これが僕の真の力だ。神にも等しきこの力、全ては守るべき民と僕の正義が悪をくじく。精神に干渉して操るこのサイバーディーバ、物質に干渉して操る僕のサイコキネシス、精神の物質、全ての生物を構成するこの2つからなる要素を支配できる僕は、まさに全能の存在だ。ヒーリングボス、この力を使い、僕は全世界の生物能力者を支配する。能力者も無能力者、この僕の前では等しくない。ヒーリングボス、絶対なる闘志、全ての他陸さんを守り平和へと導くだ。僕はザ・ラストエンペラー、僕こそがスメラギなんだ。ミルフィニッシュ、お前になれ。なら笛落ちよ。なら君にはあるというのかい、僕を否定する権限が。せよ、星々のきらめきよ、君たちに集まれ。いったんだ、映像の空、彼方より来たい。僕はお前を許せない。待つ星よ、ここで遊ぶ。何を超える、利用するお前を知れ。
せよ。揺るぎなき意志だし、バカな、この僕を秩序を砕くか。愚かだ、君は実に愚かしい。その先に待つのは混沌と破滅だけだというのに。秩序を失った能力者は反乱を起こすぞ。僕だけがこの国を。間一髪ってところね。オルファ。けど力の使いすぎで私もそろそろ限界。GV、 この子のこと頼んだわよ。なんであなたがここに。ご苦労だった GV、 それにシアン。シデンを倒すとは、お前たちこそ新たなる時代のキングとクイーンにふさわしい。何を言っているの。この騒動でスメラギは混乱している。今が絶好のチャンスなのだ。アシマ。 GV、 お前はフェザーを離れ、私が想像した以上に成長したようだ。フェザーに戻ってこい、GV。今なら、シアンにも、シアンの歌と、この衛星拠点、そして、お前の力があれば、愚かなスメラギや無能力者どもを、地上から一掃することも可能だろう。私はフェザーを設立し、この日が来るのをずっと待ち望んできた。今こそ、我ら能力者が自由の名のもとに立ち上がる時が来たのだ。さあ来い、GV、シアン。共に自由ある世界を勝ち取ろう。 GV、 私は大丈夫だよ。シロ、心配しないで。アシモル、あなたには返しきれない恩がある。僕もスメラギの研究所から救い出し育ててくれた。その恩を忘れるつもりはない。だけどそんなものがあなたの野望だというのなら、あなたはあのシデンやアキラと同じだ。シアンを利用するつもりなら僕が止める。そう、残念だ、ジブ。デッドエンド。アキラ、ジュ。ここに来る途中にいた無能力者から奪ってた。奴と争った際に私も一発かすってしまったが、驚いた。どうやらこいつの弾丸には我々能力者のセブンスを阻害する効果があるらしいな。いかにお前といえど無事では済むまい。あったらずジム。君もだ、シア。アキュラだったか。無能力者の分際でこんなものを作るの。やはり、GV とシアンがいてくれればイージーだったが、仕方あるまい。プランのリビルドが必要か。